ああ、2022。今年はええ年なればええな。皆さんよろしくね。去年は低評価消えて61万バッド。まだまだ伸びてるけど。まあ、コメント欄の方は収まったでしょう。ん？え？嘘やろ？え？まだ書いとんな。まだ書いとんな。なんや？なんやこのコメント欄。今年もいっぱい書いてる。木下さん。授業だるいので今日は欠席します。なんで俺に言うとんや。伝えといてってことか。ほな自分の名前と学校名書いといて。できへんねやろ。ここは謝罪動画のコメント欄やぞ。青春イメージしてリゾートバイト来たけどおっさんだらけやった。知らんがな。ほなおっさんと青春作れよ。リゾバやろ。おっさんとバーベキューして夕方におっさんと花火やって早めに起きて砂浜歩け。おっさんがの思い出にも入ったれ。3日前ラブホの階段におにぎりが落ちてました。ラブホ行ったら言いたいんか。あ、かっこいい思てんの。何や3日前って。階段で上り下りするラブホ使うな。チンチンが大きいです。なんでマウント取ろうとしたんね。コメント欄でどう思われたいね。見せに来いよ。ん？顔隠してええからほんまに大きいんか見せに来いよ。それやったら顔見せんの嫌やったら帽子深くかぶってマスクしてサングラスかけて来いよ。チンチン見たるから。なんでチンチン見なあかんねん。知らんやつの。あ、どうもジャスティン・ビーバーです。ね、カフェでどこに泊まればええかおすすめ教えてください。あ、新宿らへんです。なんでもっとバズらんねん。ジャスティン・ビーバーからコメント入ったらバズるって聞いてますけど、ピコ太郎もコメント入れてもらってバズったんでしょ。皆さん、ジャスティン・ビーバーからコメント来てますよ。俺に新宿らへんのネカフェ聞いてきてますけど、わざわざ翻訳アプリで変換して俺にネカフェ聞いてますけど、ジャスティン・ビーバー、ジャスティン・ビーバーまた書き込んでくれ。バズらしてくれ。ガリガリ君の当たり棒コンビニのお姉さんに渡したらすごく嫌な顔されました。ちゃんと洗ってるよ。ティッシュくるめ、もしくはビニール入れとけ。何や洗ってるよって。洗ったかどうかわからんねんから裸で持っていくな。気持ち悪い。吉川浩二によろしく。知らん。会ったこともない。誰と間違えてんねん。たとえ知ってたとて、謝罪動画のコメント欄に吉川浩二さんによろしくっていうコメントがあったんで伝えときますねって言うと思う？ん？でなる。高坊、アマゾンで炭火焼肉田村のニンニク肉味噌辛口注文して。ガチで美味しいから視聴者さんも食べてみて。ガチで美味しいですよ。いや、だからなんや。食べたことあるし美味しいよ。だからってなんでここで広めんの。俺のこと高坊言うな。ほんでみんなのこと視聴者さんって呼ぶな。距離感やばいな。すっきりしました。なんやこれ、大量のうんこと変なコメント。クソが。金玉で魔界村全クリしてください。手を使わずってことか。金玉だけコントローラーに当ててネチネチとジャンプしたりダッシュしたり。魔界村なんか難易度高いぞ。時間かかるし。セーブも金玉でか。セーブし終わったらまたパンツ履いて、また始めるときまたズボン脱いで金玉当ててリスタートや。生死が死ぬ。怠慢しましょう。ん？え？本物か？なんで怠慢しようとか言うんですか。公式って書いてるしの本人やろうけども、僕と怠慢ですか。なんで僕と怠慢なんやろ。 TKO と TKO やから。兄貴の友達の妹の彼氏のお父さんの兄貴の弟の息子の彼女の友達の弟は僕ですよ。そのわけわからんコメントを読んでいるのは僕ですよ。おとつい彼女に振られた。ここのコメントの人たちはみんな優しいから慰めてほしい。どんまい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 。またいい人に出会えるよ。パンツ何色ですか。慰めたれよ。人が落ち込んでる時にパンツの色聞くな。気にならんやろ。どんまい。お前どんまい言うてくれよ。なんやねこのコメント欄めちゃくちゃやん。今日もまだあるやん。なくならんやん。もうやめてくれよ。もう2022は変なコメント書き込む。やめてくれよ。